皆様こんばんは、ものこチャンネルです。最近、当チャンネルの投稿頻度をアップしたのですが、皆様お気づきでしたか？心霊以外の題材もたくさん扱うようになりましたので、お見逃しのないようによろしくお願いいたします。今回は、SNS で話題になった恐ろしい映像を6つ、ご紹介いたしますので心してご覧ください。それでは見ていきましょう。これは、エル・クック医師によって、TikTok へ投稿された映像。排水口の鉄格子に、奇妙なものが映り込んでいると話題になりました。見ていると、なんだか不安になりますのでご注意ください。いかがでしょうか。下水道から現れる無数の手。耳に残る奇妙な鳴き声。非常に不気味です。現時点でこちらの映像に関しての情報はほとんどありません。コメント欄では、これはアライグマだ、との指摘が多くありましたが、そんな可愛いものには見えませんよね。まあ体は見えてないので何とも言えませんが、何かわかる方はコメント欄でお教えくださいませ。皆様は、メロ LV さんをご存知でしょうか？彼女は、海外で活躍されているアーティストで、22歳の時、バンクーバーの友人宅でパーティーをした際の模様を、インスタグラムに投稿していたのだが、この映像に、恐ろしいものが映り込んでいると話題になり、ニュースにも取り上げられました。映像は、パーティーが始まる直前、友人とプールで撮影していたものなのですが、If you guys see this video, take a look at how nice the drink, the cute girl, and how nice the pool is. You guys should come right now and join us, right? Right? お分かりいただけただろうか。メロさんの背後の茂みに何者かがいました。それは人なのか動物なのかわかりませんが、ほんの一瞬こちらを覗いており、その後すぐにいなくなります。隣も住宅であることから、隣人が覗いているのでは、との意見もあるみたいですが、それだとしても恐ろしいですよね。この顔の正体は何だったのでしょうか。これは、ラナナス氏によって TikTok へ投稿された映像。二人の警備員が勤務中、奇妙なことが起きたということで、とっさにカメラを回したとのこと。お分かりいただけただろうか。遠くの草むらから、何かがこちらに向かって近づいています。そしてそれは、明らかに普通の人ではないことがわかります。草に擬態しているのでしょうか。背景と同じような色に見えますが、これは一体何でしょう。残念ですが、映像はここで終わってしまい、正体は不明となっています。何かわかる方がおられましたら、コメント欄でお教えください。2012年、島根女子大生事件が発生した。今からお見せする映像は、11月8日に、遺体の一部分が見つかったと報道された、ニュース映像の一部。よく耳を澄ましてご覧いただきたい。広島県北広島町の臥龍山の林道の入り口です。今日の捜索は午後5時で終了し、私の後ろに貼られて広島県北広島町の臥龍山の林道の入り口です。広島県北広島町のお分かりいただけただろうか。現場リポーターへ切り替わった瞬間の音声、すごい痛かったと聞こえないだろうか。広島県北広島町の臥龍山の林。このニュース映像が瞬く間に話題になり、すごい痛かった。なんで私だけと聞こえる。11秒の現場に変わった時に、声とともに顔らしきものも映ってるような、などのコメントがたくさん寄せられている。記録されている音声の正体は、事件の被害者による無念の声だったのだろうか。ちなみにこの事件、7年間未解決事件となり、事件直後に実行していた人物が、被疑者であると特定され不起訴となった非常に胸クソ事件である。これは、エル・クック医師によって、TikTok へ投稿されたものです。とある街の路地を映し出している映像なのですが、皆様は、違和感に気づきましたか？なんと路地の途中の窓から、不気味な顔が、こちらを覗き込んでいるのです。その顔は非常に不気味で、まるで生気を感じられません。この映像が、どういった意図で撮影されたものなのかわかりませんが、撮影者が、無事にこの路地から抜け出せていることを願うばかりです。これは、ブランディ・ニコル氏によって、TikTok へ投稿された映像。彼女はアメリカのジョージア州にある、911派遣センターで6年間勤めており、ここ数年間、不可思議な現象に悩まされているのだそう。しかし、今回に限っては今までの中でも、比べ物にならないほど怖い思いをした、として映像を投稿されたとのこと。ニコルさんは、休憩室の入り口に誰か立っていると言います。この時職場には、確実に誰もいなかったと説明しており、最近身の回りで起きている怪奇現象の数々を考えると、明らかに普通の空気ではなかったと言います。この後すぐに警備員に連絡し、不審者を探してもらったらしいのですが、やはり誰もいなかったそうです。あの影は見間違いだったのでしょうか。皆様はどう思われますか？今回は以上です。いかがでしたでしょうか？このチャンネルでは、皆様が気になるような様々な話題をまとめて配信していますので、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。